どうも、チューバーチャンネル TV、カミヤンです。今回は、昭和あるある、心に染みる昭和シリーズ、改善、やっていきたいと思います。さあ、知ってる人は知っている、知らない人も楽しめる、どこか懐かしいゲームとなっております。早速、スタート。ガチャを回して、昭和のあるあるネタを集めようということで、早速ですね、やっていきたいと思いますが、まずは、ちゃちゃっとチュートリアルを見まして、さあ、ログインボーナスをゲットいたしました。さあ、まずは、あるあるガチャとじゃんけんマシーンありますが、あるあるガチャを回していきたいと思います。100人に聞くクイズ。アカシアさんまか。さあ、続いて、チャンネルを回す。さあ、アナログ。さあ、続いて、シモキ。性別の判断が際どい。さあ、続いて、ソ連。筋肉マンネタなのか、どっち。さあ、続いて、缶切りがないと、積む。まさかの歯で切る作戦か。さあ、ここにあるあるネタが集められるみたいでございます。さあ、まだまだ完成には程遠い状態でございますので、集めていきたいと思います。さあ、引き続き、ログインボーナスをゲット、あるあるガチャを回していきたいと思います。回す。じゃん。ピーカスがエロゴン。ズボタッチがあまりエロくなくて優しいという。さあ、続いて、よく食べる恋の餌。で、まんまるスイミって。さあ、萌えプロで DJ さん、なんか手が飛んでる。さあ、そして、エリーマーク。多く持ってきたやつ、偉いみたいな、あった。さあ、続いて、ロケット鉛筆。実際は使えないという残念な知ら。さあ、続きまして、これがまずい。残せや。さあ、続いて、こちら。すぐ命をかける。これ一等、大体、安全なんだから、と開き直る。スーパージャス、ジャスってなんやねん。気になります。さあ、ランドセルでお辞儀、ちゃんとロックしとけ。さあ、次、ティーカップで、本当に、これどっから出てきたというか。さあ、続いて、金曜のロードショー。午後のロードショーと扱える。粘土粘土。いや、おじさん。蛇口に背中をちょうだ。なんか背向きの風呂場。最後、メリケンタック、リーゼント、絶対飲みかけな、あいつ。というわけで、今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、カミヤンでした。バイバイ。